建築物でのルーバーのレールーバーは、廃他と呼ばれる、細長い板、または廃他状の部材を平行に複数並べたものの総称。廃他の角度によって、外部からの目線や日光、風雨などを一定に遮ることができるため、日よけ、雨よけ、通風換気などに使用される。柵や塀などとしてや、照明器具やエアコンなど隠すことなどの、 建築物をはじめとして様々な箇所で用いられる。また、景観保護のため屋上設備や屋外階段を建物と一体化したデザインにするためにも利用される。配他の方向は、使用箇所により、縦のものも横のものもある。ルーバーの断面を見ると、カタカナのみの事情になっており、正面からでは向こう側が見えないが、視点をずらすことにより向こう側が見えるようになる。また、 風の通る量を変えるため、排他の角度が調節できるものもある。壁や天井の開口部に取り付けられる建具の場合、ルーバーが枠ごと開閉できるものは、鎧戸、はめ殺しになっているものは、ガラリと呼ばれる。また、建築物と一体化されたものは、ブリーズソレイユと呼ばれることもある。内燃機関において、低温時や、軽負荷高速運転時のオーバークールを防ぐ目的で、 放熱器に当たる風量を調節する可動式のものはラジエーターシャッターと呼ばれる。気象測定用の百葉箱のケースには外気が入るようにルーバーが使われている。ありがとうございます。